にちは、柴田です。今回はヘリテージのカスタムショップをレビューいたします。皆さん、ヘリテージはご存知でしょうか？私、シーバードはもちろんね、名前は知ってたんですけれども、深くはね、あまり知らなかったので、今回ね、いろいろ調べてみました。なかなか出会いがなかったんですけれども、今回千葉管楽器に入ったので、お借りしてまいりました。ここ数年ね、よくね、名前聞くなぁとは思ってたんですよ。もちろんね、昔から有名なんですけれども、ここ数年さらに認知度が上がってきた理由もね、分かったので、皆さんにね、ヘリテージの生い立ちから共有させていただきたいなと思っております。まあ、有名なところでね、皆さんご存知かと思うんですけれども、ヘリテージはね、1985年に創設されてるんですが、ギブソンのね、カラマズ工場が閉鎖された時、それがね、そのままヘリテージになったそうです。なので機材からビルダーからギブソンの方々だったということで、まあほぼほぼギブソンですよね。その後ギブソンはナッシュビルがメインになるんですけれども、1991年にカスタムショップ、ギブソンのカスタムショップがスタートします。その時に携わっていたエドウィンというねビルダーの方が2017年にギブソンを退職するらしいんですけれども、なんとなんと2019年にヘリテージに入ったそうなんです。で、そのギブソンのカスタムショップを生んだエドウィンさんが作ったのがこのヘリテージのカスタムショップということになるわけですよ。そりゃいいに決まってますよね。カスタムショップ、ギブソンのカスタムショップの創設に携わった方が30数年の時を経てですね、ヘリテージに入って作り出したのがこちらということでございます。最初に持った時の印象はね、軽いです。レスポールとしては軽い方ですね。 3.9kg と。エドウィンさんはね、その辺にもね、非常にこだわってるようです。今回はせっかくなんでね、ギブソンのカスタムショップとこのヘリテージのカスタムショップをね、鳴らし比べていきたいなと思っております。まだね、ヘリテージ鳴らしてないので、まずはね、ギブソンのカスタムショップのね、生音とかをね、お聞きいただきたいなと思います。これはね、58のリーシューなんですけれども、ネックはね、すごく太めな感じ。もちろん生音も出音もめっちゃいいです。素晴らしいですよね。重厚感もあり、なんかキラッとした感じもある。さすがギブソンカスタムショップ。そしてこちらがですね、ヘリテージですね。まあ、ネックはね、58と59の間ぐらいなのかな。太いのが苦手だっていう人にも割とね、フィットしやすいような感じのネックです。では生音。これが2019年製なので、若さはね、あるんですが、ギブソンよりもね、ミッドの抜けが良さそうな生音。クリーンはちょっとキラッとしてるんじゃないかなっていうのがちょっと想像されるような感じですかね。まあ、このね、見た目がね、まずすごいっすよね。このね、メイプルのトップもね、非常にこだわっているようです。で、ピックアップもそのエドビンさんが開発したヘリテージオリジナルのピックアップになっているというところでね、それも楽しみなんですけれども、まずはね、アンプ通した音もこちらのギブソンから聞いていただきたいなと思います。このカスタムショップのね、レスポールは僕がね、何十本も試奏をして、その中でこれだというものをね、購入したんでね、めっちゃね、個人的にはね、気に入っております。ではリアからいきます。甘くてマイルドな感じです。
まあ、ちなみにピックアップはバーストバッカーになっております。ワンツーですね。ではヘリテージ、ちょっとね音鳴らしてないんでね、これねめっちゃ楽しみっすね。ではリアからいきます。そんな強くないんですけれども、ちょっとカリッとした感じと枯れ感、しっかりと枯れが出てますね。違いますね。ちょっとね、やっぱ重心は若干高めな感じ。ギブソンの方がローがね、ボワッと。ほう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 。ミックス。ああ、カッティングがこっちの方がね、やっぱ軽快になりますよね。カリッとしてるところと枯れ感、この辺が特徴でしょうね。ギブソンと同じラインではないサウンド。おお、フロント。ほう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 。ちょっともう一回ギブソンいきましょうかね。これもね面白いんじゃないですか。好みはねめっちゃ分かれるところだと思いますよ。でリア、こっちの方が元気。こうも違うのかという風な感じですね。ちょっと歪みもいってみましょうかね。さすがっす。じゃあ続いてヘリテージでーす。でパフ系なんでね、どんな感じになるか。大人な感じ。
パフの枯れサウンドという風な感じですね。ゴリゴリのロックっていう、そういう方面ではないなという風な印象ですかね。なのでクランチなんかがね、やっぱ一番ハマるのかな。感じになりました。いかがでしたでしょうか。まあなんかね、イメージとしては、印象としては大人な感じのレスポール、落ち着いた雰囲気で弾いていきたいという風な感じに合うんじゃないかなというところです。ギブソンのカスタムショップとね、同じ監修というか同じ方がね携わって作っているというところで、完全にギブソン寄りなのかなと思いきやですね、やっぱりそのエドウィンさんの趣味趣向がしっかりと出ているギターになっているということなんでしょうね。まあ、ギブソンのカスタムショップは、まあ、市場のニーズというかそちらの方に合わせていると思うんですが、ヘリテージに関しては個人がねこれいいと思うものをこう前面に押し出しているというふうな感じなんですかね。ちなみにカスタムショップもの、ヘリテージのカスタムショップもので、まあ、58万円から60万円ぐらいで、レギュラーラインで35から40ぐらいというふうな感じらしいです。今現在ね、千葉管楽器には49万8000円でこちら売っておりますので、ぜひぜひチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。